今日は骨盤周りの筋肉をほぐすヨガをやっていきます。はい、ではまず長座の状態から始めていきます。右の足首を左の膝の少し上に乗せて、伸ばしている左足を立てます。両手お尻の後ろについて、まずは骨盤を左右に揺らしていきましょう。詰まりを感じるところはゆっくりと丁寧に動かしていきます。はい、では真ん中で動きを止めて、吸って肘伸ばして胸上に持ち上げる。顎を軽く引いて背骨まっすぐに伸ばしていきます。右膝をぐーっと外に開いていく意識。伸びが足りないなと感じる方は、立てている左の足を少し自分の方に近づけておいていきます。はい、では左の足を伸ばして、右足左の太ももの外側についていきます。骨盤はまっすぐ平行。左腕右の太ももに引っ掛けて、右手はお尻の後ろについていきます。吸って背骨上に伸ばして、吐いて体の内側から右にツイスト。吸う息で背骨はまっすぐに伸ばして、吐く息でねじりを深めていきます。目線は後ろに送って、伸ばしている左足はまっすぐに、つま先は天井です。では上体戻して、今度伸ばしている左足曲げていきます。かかとがお尻の横に来るように、両方のつま先を寝かせて、両膝を体の中心に揃えていきます。この時座骨が床につかない方は、今折り曲げた左足伸ばしたままにしていきます。両方のお尻しっかりと床につけて座っていきましょう。はい、では両手前について、吸って背骨伸ばして、吐いて上体前に倒します。最後に首、頭、脱力。両手は楽な位置について、深い呼吸続けていきます。ではゆっくりと体を起こして、両足前に伸ばして、一度膝緩めます。今度反対やっていきます。左足膝の少し上の位置に置きます。伸ばしている右の膝を立てて、まずは骨盤左右にゆらゆら。詰まりを感じるところは丁寧に。真ん中で動きを止めて、吸って肘伸ばして胸開きます。背骨まっすぐ上に持ち上げて、お腹と太もも近づけていきましょう。首が詰まらないように肩と耳を遠ざけて、左の膝前に押し出していく意識。では右足を伸ばして、左足右の太ももの外側についていきます。伸ばしている右足はまっすぐ、骨盤平行です。右腕左の太ももに引っ掛けて、左手はお尻の後ろにつきます。吸って背骨伸ばして、吐いて左にツイスト。吸う息背中はまっすぐに伸ばして、吐く息で体の内側からねじっていきます。右足つま先は天井、かかと少し押し出していきましょう。では上体を戻して、今度伸ばしている右足を曲げていきます。かかとお尻の横に持ってきて、両方のつま先を寝かせていきます。両膝体の中心に揃えて、お尻浮いてしまう方は右足伸ばしたままにします。両手体の前について、吸って背骨伸ばします。吐いて上体倒していく。
両手楽なところについて、首と頭は脱力です。止まっている動きほど呼吸は丁寧に行っていきます。ではゆっくりと体を起こして、両足前に伸ばして膝緩めます。次、四つ這いの姿勢をとっていきます。肩の真下に手首、足の付け根の真下に膝が来るように、腰が反らないようにお腹少し内側にしまっていきます。吸う息で背中まっすぐに伸ばして、吐いて背中丸めていきます。お尻くるっと下を向けて、目線はおへそを覗き込め、吸って骨盤前傾、背中反らせながら胸を上に持ち上げる、目線は斜め上。もう一度吐いて背中丸めます。手でしっかり床を押して、吸って背中反らせて胸を開いて、体の前側伸ばしていく。自分の呼吸に合わせてこの動き繰り返していきます。吐く息、手で床を押して、お腹背骨の方へぐーっと引き寄せる。吸う時はお腹下に引き下げて胸を前に向けていきます。では動きを止めて、一度四つ這いの姿勢です。右の膝を脇の方に近づけながら、右手の外側についていきます。つま先は外側に向けて、左のつま先を立てて膝を持ち上げていきます。背骨まっすぐに伸ばして、かかとから頭一直線です。膝を伸ばしたまま骨盤下の方に沈めていく。余裕がある人は両肘ついていきます。トカゲのポーズです。このまま骨盤前後に揺らしてあげてもいいです。この時も頭からかかとまでまっすぐ一直線。では両手床について膝を下ろしていきます。そのまま右手後ろに回して、左の足先キャッチします。足先後ろに引っ張りながら胸を開いていきます。手足をほどいて、右足後ろに揃えて、お尻かかとに預けます。おでこマットにつけて、一度チャイルドポーズでお休みしていきます。呼吸を整えて、もう一度四つ這いの姿勢とっていきます。今度反対側をやっていきます。今度反対側をやっていきます。左の膝を脇の方に近づけながら、左手の外側に足をついていきます。つま先は外側に向けて、伸ばした時に体が一直線になるように足の幅調節します。では右のつま先を立てて膝を持ち上げます。背骨まっすぐに伸ばして、かかとと頭一直線です。
体まっすぐのまま骨盤下に沈めていく。余裕がある人は両肘ついていきます。肩の真下に肘が来るように、骨盤前後に揺らしてもいいです。膝はまっすぐ伸ばした状態。では両手床について膝を下ろしていきます。そのまま左手後ろに回して右の足先キャッチ、胸を開いていきます。この時も骨盤下に沈めていく意識。手足ほどいて右足を後ろに揃えて、お尻かかとに預けてチャイルドポーズ。呼吸を整えてゆっくりと起き上がります。最後足の裏同士を合わせて合席作っていきます。両手で足の先をつかんで膝上下にバウンドさせていきましょう。動きを止めて吸って背骨上に伸ばして、吐いて両肘左右に折り曲げるようにして上体前に倒します。吸う息で背骨は前にまっすぐ伸ばして、吐いておでこ床に近づけていく。骨盤の歪みを調整してくれるポーズです。自分のペースで深い呼吸を続けていきます。次の吸う息でゆっくりと起き上がってきて、今度合わせている両足体から離していって、足でひし形を作っていきます。膝は床につかなくていいです。両手足の内側から外に滑らせて、手のひら足の甲に添えていきます。一度背骨前に伸ばしてあげて、吐いて上半身脱力。無理はせずに自分が心地いいところで呼吸を繰り返していきます。普段あまり伸ばすことがない骨盤周りの筋肉をほぐしてくれるポーズです。はい、では次の吸気でゆっくりと起き上がってきます。はい、これで終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。